はい、屋根裏戦争の真っ最中ですが、屋根裏ばかりに構ってはいられません。なぜなら腹が減るからです。腹が減っては戦はできぬということで買ってきました。 IH クッキングヒーター、メーカーはアイリスオーヤマで、スタンド付きのものになります。スタンドなしで安いバージョンもあるみたいなんですけれども、それだと料理がしづらいと思い、スタンド付きのものを探して買ってきました。スタンドはネジを片方3箇所ずつ留めるもので、 DIY が下手な人でも簡単に取り付けられると思います。はい、3箇所こんな感じで留めました。こちらもこんな感じですね。で、コンロの仕様ですが、こんな感じでいろいろボタンがあります。揚げ物、湯沸かし、加熱と3種類こちらはあって、火力調整は左側は1から5とハイパワーっていうので6段階調整できるみたいです。で、右側は小さくて保温と1から4まで調整できるみたいです。で、このコンロは電源が 15A 以上だったら接続できるっていうことなんで、普通のコンセントにそのまま接続できる仕様なので、工事とか必要もないということなんで、これを買うことにしました。はい、でこんな感じでいろいろ書いてありますね、注意書き。で、基本的には左側は大きいもので、右側は小さいもので、電源はここを押してやると電源がつきます。で、試しにちょっとやってみたいと思います。湯沸かしだとこんな感じで一気にハイパワーでやるみたいです。で、揚げ物は温度調整が出てきて、これで温度を調整できるみたいです。加熱は3がデフォで、こういう風に調整できるみたいです。タイマーはこういう風に1分単位で設定できるみたいです。ちなみにコンロは左右両方使ってる時はハイパワーはできない仕様になってるみたいです。両方使ってる時は最高で5段階で、こちらは4段階までできます。左側で味噌汁を作って、違う、右側で味噌汁を作って、左側で炒め物を作るっていう感じで、一人暮らしにはちょうどいいぐらいの火力だと思います。はい。今まではずっと都市ガスとかプロパンのガスを使ってたんですけれども、今回初めて IH を使います。で、この家ももともとプロパン仕様だったみたいですけれども、プロパンはやっぱりちょっと基本料金がかかるので、今回は契約しないで IH を使っていきたいと思います。やっぱりプロパン契約するより IH の方が経済的だとは思うので、こちらを使っていきたいと思います。でも基本的には薪ストーブをメインで使って、 IH は予備にしたいと思います。で、カセットコンロを今まで使ってたんですけども、カセットコンロはちょっと一旦保管しておきます。カセットコンロも料理をする分には悪くはないんですが、いろいろボンベとかゴミとして出てくるのはちょっとネックですね。はい、
きます。ごちそうさまでした。